どうも皆さんこんばんは。テイルズオブシンフォニア17歳です。おいおいおい、おいをやってくれたからみんなみんなおいをやってくれた、ね、そうそう、8月29日が、はい、シンフォニアの17回目のお誕生日ということで、はい、17歳になりました。おいおいです、おめでとうございます、はい、あともう皆さん気づいてると思いますけれども、はい、この曲が変わりまして、はい、テセラの方にね、我々のゲームをですね、ついにですねテセラの方に行きましたから、ウォーキングオンテセラというね、曲に変えました。はい、はい、これもう曲がかかってすぐみんなテセラだテセラだって反応があって、いやまあでもイメージあります、すごいねみんな、うん、早いね、さすがです。さあというわけで小西克之です、よろしくお願いします。はい、青木瑠璃子です、よろしくお願いします。はい、ちょっとね、はい、見切れてますけども、そう、これ今日小西さんがじゃ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 ん持ってきてくださって、カズチーです、あのカズチーですなんとなんと今回我が家に30袋来まして、すごい、今日スタジオに10袋持ってきて、もう 業者ですね、5袋をみんなにあげまして、はいはい、そしたらうちのプロデューサーも10袋買ってまして、はい、それも今日スタジオにありますから、はい、今日だけでここのスタジオに20袋あります、うん、これこれこれ、これめちゃくちゃ美味しいですからね。いやもう食べるの楽しみです、はい、今日食えねえんだろ、でも、はい、今日ゆうはさ、ゆうはちょっと今日食えねえんだろせっかく持ってきたのにさ、そうなんですよ、本当は食べて美味しいですってやりたいんですけど、うん、ちょっと明日ちょっとお腹の検査があるので食事制限がもう21時過ぎたら食べれないです。だもうビール冷やしてる冷やしてない、飲めない飲めない、明日飲みます。もうビール冷やしておかないと、明日飲みます、明日とか明日のためにさ、今日帰ったらさすぐ冷やしてね、冷やします、はい、忘れないようにします、せっかくね来たんでちょっと紹介しましたよ。いや、はい、もう絶対美味しい、うん、楽しみです。さあというわけで皆さんからもちょっとね、はい、食べ物のお便りいただいてます、ちょっと紹介しますね、お願いしますこの子の呼んでまた紹介するのかっていうね、はしきさんがいただきました、ありがとうございます。最近コンビニでマグロ三昧グミというマグロ寿司の形をした面白いグミを発見しました、うん、ネタマグロとシャリがバラで入っており、自分で組み合わせて食べるのですが見た目がとても可愛いです。味はシャリヨーグルト味、大トロリンゴ味、中トロサクランボ味、赤身いちご味です、最初はきちんと組み合わせて食べましたが、そのうちシャリシャリシャリ大トロシャリシャリ赤身とお寿司にしないで食べてしまいました美味しかったのでぜひ見かけたら食べてみてくださいと、まあ、わかりますけどね、これなんだね、な子供が嬉しいとかそういうやつなんじゃないですか。そうね、思うな、さちょっと作るさ系のお菓子いいよね、はい、あります、ねるねるねるねとかさ、かります、あれの完全にお寿司作るやつ知ってます、うん、スポイトで水にポトポトって落とすといくらになる、それ知ってるかも俺、あれすごいですよ、あすごい発明だよね、ああいうのね、だってもう完全にいくらだって見た目になる、そう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 、一回やったことがある気がする、俺それ何かで、あれ私もラジオでやりました、そうそう番組かなんかねやった気がするんだよね、あれ最高です、これテイルズもなんか作る系のお菓子作ってほしいよねみんなね、確かに、うん、なんかいろんなグミやから、ね、マグログミとかもあるじゃん、ね、エターニアにありましたからねマグログミとかね、なんかそういうのをさいろいろちょっと作ってみたいなお菓子でね、うん、ぜひともねバンダイナムコゲームさんよろしくお願いします。さあもう一ついきましょう、はい、熊吉さんからいただきました、今週のおいしいもの情報はマタジョウさんの塩引き鮭を使った鮭の生ハムです。鮭の生ハム、うん、検索して、鮭の生今日持ってない、あ今日持ってないのか今日出してないのか待ってください、はい、じゃあちょっと読んでいきますね、はいはい、燻製と熟成の2種類あって、私が食べたのは熟成の方なのですが生ハムというくらいですから酒浸しと違って柔らかくて食べやすいです、うん、おつまみにはもちろんですがご飯のお供やパスタサラダと合わせてもいいと思いますよ。マタジョーさんの、はい出ました、鮭の生ハムです。うん、どうすか、塩引き鮭を塩引き鮭、うん、日本海の寒風にさらし程よく水分を抜いて生ハム風に仕上げました、うん、お美味しそう、美味しそう、めっちゃ美味しそうだよ、だってなんかこう切られてなんかほら美味しそうです、うわーめちゃくちゃ美味しそう、絶対美味しいです、これやばいよ、これ美味しいやつですよ、これはほんとみんなねコンビニとかで売ってる生ハムのパックしたやつあるじゃん、はいはいはい、あれがね鮭の切り身になってる、そうそういう状態です、めちゃくちゃうまい、ちょっと検索もうこの番組見なくていいからさ一回ちょっと検索してみてちょっとつないどっから喋っ いやスタッフが全員手振ってるダメダメダメ言うて終わったらね終わったらぜひぜひね、はい、マタジョーさんですよ、はい、マタジョーさんの、はい
これは鮭の生ハムでございます。皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いしますよねな、はい、さあじゃあ進めていきましょうかね。はい、はい、というわけで超 NG プラスでアンドキャスターは週刊テールズ部屋をご覧の皆さん、この番組はアニメ声優好きのための動画アプリアンドキャストを通してバンダイナムコエンターテインメントから発売されている RPG テイルズオブシリーズの魅力をお伝えしていく番組でございます。はい、そして番組では皆さんからのお便りを募集しております。テイルズオブシリーズの思い出や僕たちへの質問のほか、テーマメールも募集しております。今夜のテーマはあなたの好きな術技や技はです、はい、最近はシンフォニアの実況でもジーニアスがサンダーブレードを発動したり、リフィル先生がナースを使ってくれたりといろいろな術技が登場しています。はいはい、まあ、そのテイルズオブシリーズでは他にも様々な術技、栄翔系や技、剣技系ですね、が存在していますので、ぜひあなたの好きな術技について聞いてみたいと思います。はい、もういろいろありますからね、本当にね、はい、だからもう何でも構いませんです。皆さんがこれ術技だなと思ったらそれ送ってください、はい、よろしくお願いします。ちなみに、はい、あの読めるやつもありますけど、はい、あの漢字いっぱい使う技が多いから、はい、テイルズってあのこれなんて読むのってなる可能性もありますので、ちょっと振り仮名が欲しいかもしれない。必ず振り仮名を打って、そうですね、振り仮名を打って送ってください、はい、ね、よろしくお願いします。じゃないとあの我々恥をかくので、そうですね、多分ね、振り仮名打った方が採用されやすいですよ皆さん。あの振り仮名打ってないやつはもうスッてこういやでも作家さんがそこは調べてこう赤ペンで振り仮名を振って刺してくれますよ。 うちのバンナムのスタッフ、はい、テイルズ大好きな人だから、うん、もう何でも知ってんのよ。大丈夫です、テイルズのことだったら絶対読めます。多分その人が全部振り仮名打ってくれる可能性ありますけども、うん、すぐメール読みたいので、ぜひともです、振り仮名打って送ってください、よろしくお願いします。インディグネーションは読めます私も。それは読めますよ。変更を見つるところに我はありでしょ、ね、知ってますよ私。僕が好きな術技は、はい、あの昔あのテイフェスでちょっとは自分の考えた術技っていうのをやったんだけど、ほうほうほう、あの日本列島俺書いて、はい、魔人剣どこだって言った遊びをしたんだけど、剣ですね、剣 ね、あれはあの人生で一番面白かったなと思った。あ、本当ですか。そう、輝いてました、その時。いや、そこだけ一回だけ輝いたの。大喜利で輝いてのそれだけです。はい、ありがとうございます。さあさあ、お便りの投稿方法なんですけれども、はい、アンドキャストのアプリでご覧の方は視聴画面の上にある詳細からお手紙マークの投稿を押すとお便りを送ることができます。放送中はぜひコメントの方もよろしくお願いいたします。さらにこの番組の公式ツイッターもありますので、週刊テイルズの部屋で検索してフォローお願いいたします、はい、こちらのツイッターからもメール投稿フォームへ飛べますよ。はい、それでは始めていきましょう。アンドキャスターは週刊テイルズの部屋スタート。週刊テイルズの部屋。今コメントの方をちょっと見てたんですけど、はい、今回のテーマはあの皆さんの好きな術技って書いてあったんですけど、はい、あ、みんな親切だな、こんなこと書いてまとめてくれるんだと思ったら、うちのスタッフでした。この番組の名前になってて、そうです、ちょっとね恥ずかしかった自分ね。大丈夫です、ちゃんと見てなかったから、ね、そういうこともあります、はい、さあ、はい、というわけで前回なんですけれども、はい、ジーニアス役の折笠愛さんが来てくださいましたね。贅沢な時間でしたね。そう、水コンロ、そうなんですよ、水コンロ、いっぱいメールも帰ってからめちゃめちゃ調べた水コンロ。本当ですか。、うん、水コンロのメールも来てますよ。あ、マジで、ちょっと、行きましょうか。ニーウさんからいただきました、はい、小西さん、奥さん、こんばんは、うん、いつも放送楽しみにしております、はい、前回の放送は折笠さんを交えてのフルボイス実況に生スキット、うん、本物のジーニアスと本物のロイド君にものすごく興奮しました、うん、はい、シンフォニアをしたことがない折笠さんに丁寧に操作方法を教えるお二人、うん、いつもと違う雰囲気にほっこりさせていただきました。水コンロ買いましたか。またゲストさんが来るのを楽しみにしております。折笠さんもまた来てほしいと。まだね購入してないのよ。水コンロって検索してごらん、うん、めちゃくちゃ出てくるから。そんな種類あるんですか。そうで、水コンロの、うん、そのこれがいいですよっていうランキングとかもあったりとかして、うん、はいはい、全然違うの。結局あれは室内で使うことは可能なの。可能。可能なんだ。ただそのものによっては煙がたくさん出るものもあるから、そうすると火災報知器が反応する場合があるのね。はいはい、だからそういう時は多分換気扇の下に持ってってやるのがいいのかなと思いますけどね。うん、でもあれ一家に一個あったらすげえ楽しいだろうなと思う。絶対こうクオリティオブライフが上がるでしょうって感じが。そうそうそう、
で物によってはその火の始末とかすごく簡単なやつもあるし、あの軽度かなで作ってるのかな、うんうん、でその場合はその手入れが結構時間かかったりもしたりもするので、はいはい、そうセラミックというか、なんか、なるほど、うん、鉄というか、うんうん、なんかそういうアルミとかなんかそれ系のやつとかが結構多かったりもしたね、うんうん、でもサイズもまちまちよ、こんなやつとかもこれぐらいとか、ちっちゃいのもあるんですか、あるあるある、ちっちゃいのから試してみたらいいんじゃないですかね、一人前用のやつ、うん、いい、1万人用って言いそうになっちゃって、1人前用のやつ、1人前用の1人焼肉とかの時に置いてあるみたいな感じ、うん、そうそうそう、あれよりともうちょっとちっちゃいんじゃないかな、ちょっとちっちゃい、ホタテ1個ピッて乗せて焼いてとかっていう、1個ずつ焼いてとか、めっちゃ調べてるでしょ俺、めっちゃ調べてますさすがです、いやめちゃくちゃ欲しくてね、友達とかがさ、もうあの絶対家に入れないけど、友達とかが万が一来た時にちょっと会ってやれたら楽しいじゃん万が一もうね、はい、人を部屋にあげると家を片付けなきゃいけないから、もう絶対あげたくないわけ、そういうことなんですね、うん、でもなんか家具とかそういう家電とか買う時って呼ばないくせに考えますよね、うん、人が来たらみたいな、イフをそんな世界線はないのに、このお鍋を買ったらこのお鍋を買ったら一人鍋もできるし、みんな来た時にみんなで鍋をつつけるかもしれないから、もうちょっと大きいやつにした方がいいかなとかさそんなことはないのに、そんな世界線はやってこないのにそうなぜか考えますよね、そう絶対入れない、うん、でも折笠さん来ていただいてさ、初めてこうゲームやっていただいたのかな、はい、あの時初めてゲームやったとおっしゃってたので、はい、めちゃくちゃ楽しかったね、あれはね、楽しかったです、急にオーディションが始まったりとかして ね、オーディション落ちたもん俺人気でしたからね、人気の役がありましたからね、人気の役がありましたからなかなかね受からなかったね、はい、まだメールありますか、はい、あります、うん、エミータンさんからいただきました、ありがとうございます、小西さん、こんばんは、毎週楽しく拝見してます、ありがとうございます、先週はロイドとジェニアスの生スキットを聞くことができて、うん、とても贅沢な時間でした、そしてシンフォニア17周年おめでとうございます、うん、17年前に当時付き合っていた主人が、うん、シンフォニアに出会った結果、それまでほとんどゲームをやらなかった私や生まれてきた娘もテイルズの大ファンになってしまいました、嬉しい、これからもずっと家族で応援していきます、あ、小西さん、うん、シンフォニア単独イベント、うん、実現してくださいね、はい、あのバンナムさんお願いしますね、あのねえ、こんなにユーザーも望んでますか、ね、ビバ君に言うといて、ビバ君、ビバ君って、ビバ君っていうのは偉い人なの、あれ偉い人なの、ビバ君っていうのは偉い人なの、あ、そうなんですね、うん、ビバ君が偉い人なの、ビバ君が、うん、あ、見たことはありますか、ビバ君って、はい、面白いのが2形態ありまして1形態目が、はい、あのこれぐらいの、 あの、はい、ビバ君なんですよ、あ、ちっちゃい、でもう1形態目が、はい、これぐらいの顔に人間の体がついてるんですよ、だから自由に動けるの、かぶってるだけ、かぶってない、あ、かぶってる、自由に動ける、リアルビバ君がいるわけ、そうですよね、そう、実物になった時のリアルビバ君も、はい、そのあちっちゃいビバ君も、うん、その偉い人がビバ君なんですけど、はい、難しいなだからリアルビバ君も偉い人なんですよ、はい、あ、そうなんですね、うんうん、じゃあ、 あのなるほどね、なるほど、まあ、それ以上はちょっとあれですけどちょっとあの、うん、ね、あの夢の国と同じですよね、そのシステムです、ね、うん、夢のゲーム会社ですから、はい、そうそうそう、だいたいいいのって偉い人がある、ね、なってますよね、めちゃくちゃ偉いんだよ、でもビバ君ってだいたい偉い人、めちゃくちゃすげえ会社を動かす偉い人なんで、あ、そんなにそんなに偉い人だからね、あのビバ君は、そう、みんなビバ君に優しくしてあげてね、あのツイッターやってますからフォローしてあげてください、あの書いてる人はあの違う人だと思いますけどビバ君も書いてる、そう、あの実際に現れた時にビバ君の手をした偽物だと思いますけど、だビバ君はだからあの真実の心のビバ君とかね、いろんなビバ君がいるわけですから、うん、いろんな、あ、そうだ、ツイッターの、はい、ツイッターのビバ君は真実の心のビバ君だから、そういろんなビバ君がいるんですけど、ね、はい、もう一ついきましょうか、はい、もう一ついきましょう、はい、すいませんね、皆さんからいただきました、うん、はい、前回の折笠さんゲスト会はとても豪華で感激し、うん、終始ニヤニヤしながら見ていました、はい、折笠さんが小野坂さんのことを小野坂くんと呼ばれていてなんだか新鮮な気持ちになりましたなかなか小野坂さんのことをね、小野坂くんって呼ぶ人っていないからなかなかこういう現場に来ていただくことって大変ですね、小野坂さんとしか呼ばないし、ともすると後輩たちも仲いい人はヤングとか、あ、そっちは確かに、おい、マサヤとかって呼んだりとかするから先輩やのにね、まあ、そうですね、そうだから珍しいかもしれないですね、なかなかね、うん、この携帯は
聞くことがないです。だからその、はい、シンフォニアの単独イベントがもしできたとしたら、はい、あの小野坂くんって呼ぶ人だったりとか、はい、あの小野坂って呼び捨てにする人とか結構増えるかもしれないんでね。そうですね。そうですそうです。ちょっとなかなかこの昨今のイベントとしては珍しい感じに、ちょっと面白いイベントになると思いますので、その際はぜひ皆さんあの会場までね足を運んでくださると嬉しいです。よろしくお願いいたします。はい、お願いします。さあというわけで皆さんお便りありがとうございました。週刊テイルズの部屋。さてここからは久々にこちらのコーナーをお届けいたします。テイルズオブメモリーズよっ、3週間ぶりにやります。さあこの時間ですね、テイルズオブシリーズについてこれまで以上にどっぷり使っていくために歴代作品とともに25年の歴史を振り返っていきます。はい、今回ですね、テイルズオブレジェンディアを振り返っていきたいと思います。はい、こちらは2005年8月25日、夏ですね。夏だ。クリスマス商戦ではございません。シルクネアと一緒。プレイステーション2用ソフトとして誕生しました。はい、今年で15周年となる作品でございます。あ、記念ですね。じゃあ15周年ね、キリがいいですね。過去にプレイ済みというテイルズの先輩たちは当時の思い出などぜひお便りやコメントで教えてください。はい、こちらあらすじご紹介します。絆が伝説を紡ぎ出す RPG が、キャッチコピーで、水中を生活圏とする水の民と、かつてその水の民の命を使って陸地を生み出したという陸の民が存在する世界が舞台となっています。うん、嵐の海で漂流した後、巨大な船遺跡船に打ち上げられた陸の民セネルと水の民シャーリー、さまざまな勢力が複雑に絡み合う中、お互いの絆を深め合うことで世界を変えていくという物語です。なるほど。ちなみにですね、あの鈴村くんが初めてテイルズオブフェスティバルに出た時に、はいはい、レジェンディアやったことある人ってお客さん聞いた時に、うん、パラパラしか手が上がらなかったんですよ。あ、そうなんですね。で、おいちょっとみんなやっといてくれよって言って、次の年にまた鈴村くんが来て、はい、レジェンディアやったことある人って言ったら会場みんな手を挙げたの。あ、すごくないそれって。すごいですね、やってきてくれたんだ。そうそうそう、テイルズオブシリーズのことみんな大好きなんだなっていうのが分かるよね。はい、ですね。そうそう、ハードとかもね、もしかしたらなかったかもしれないのを友達に借りたりとか自分でね買ってきたのかもしれないですけどもね、それやってくれるってやっぱり熱意がね嬉しいですね。さあさあ、作品にまつわる情報としてはですね、はい、7章に分けられる本編と6話のキャラクタークエストからなる2部構成で、歴代シリーズでも圧倒的なボリュームを誇りますと。はい、また歴代のシリーズでも BGM が好評の作品も多々ありますが、特に BGM の評価が高く、今なお語り継がれる名曲も多い作品です。はい、オープニング映像はこれまで担当してきたプロダクション IG に加え、なんとスタジオジブリマングローブによる合作。戦闘システムはですね、シンプルな1ラインのリニアモーションバトルとなりますが、鉄拳やソウルキャリバーの開発スタッフが参加しているため、投げ技やカウンター技など格闘ゲームのテイストを盛り込まれています。原田さん作ってるのかな、これ原田さん鉄拳って聞くとね。そうそう、シリーズ初の拳、はい、拳でね、はい、戦う主人公というのもポイントですね。うん、セネルが放つ魔人剣の剣は剣ではなく拳と書く魔人剣となっていて、うん、後の作品にも剣違いの魔人剣が引き継がれています。あのベスペリアのラピードとか魔人剣、うん、魔人剣っていうのが出てきますけどもね。はい、さらにモーションキャプチャーを取り入れたことで滑らかでダイナミックな動きのある戦闘シーンを実現していますと。これでもシリーズ初じゃないのかな、この取り入れたっていうのモーションキャプチャー。あ、そうなんですね。まあでも時期的にもこのぐらいの時期なんじゃないかっていう気がしますけど ね、はい。さあというわけで今回も実況をしたので懐かしの映像を見ていきたいと思います。はい、皆さんもコメントで一緒に盛り上がってください。お願いします。それではスイッチオンからいきますか。いける、はい、届く、届きました。さすが腕は長いです。スタイル抜群。手長ザルみたいに手が長い手が高いからや。背が高いからや。身長って言うじゃないですか。180センチぐらいですよ、腕伸ばすと。おかしいんです。10センチぐらい長い。どういうこと。遠くのもの取れていいじゃん。まあそうですね、うん、実用的ではあります。うん、あ、俺たちの大好きなあのプレイステーション2の画面見れなかった。ボンが今ちょっと見逃しました。ね、はい、はい、来るかな来るかな来るかな、待ち遠しいぞ、生放送だよ。プレステさん、プレステさん、プレステさん、あ、来た、よかった、オッケー、よかった、空気読んでくれた。ナムコ、あら、喋ったナムコって、こう言いたい、ナムコって言いたい俺も。あ、バンダイナムコのオーディションを受けたことあります。CM で言う。嘘でしょ。バンダイナムコ。バンダイナムコって。そうです。受けたことある。いいな。俺も受けたい。ロボットっぽくとかいろいろ言われました。さあ、始まる。はい。じゃ見ましょうね。オープニングは誰や。誰歌ってんの。静かなとこ。
水から始まるんですね。なんか起動するたび違う、うん、あ、そうなんだ。キャラごと違うんだ。やっぱもうアニメーションはさ安定して綺麗だね、やっぱり ね、 ね、あ、でも今回よりパワーアップしてるってことですもんね。そう、いろんなスタジオさんが、スタジオジブリさんとマングローブ、うん、プロダクション IG さん、すごいよね。確かに記念タイトルかなんかだったんだよね、これレジェンディアってね、うん、いつもこれとこれとアビス同時に作ってたんだっけね、確か、うん、そう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 、それが時期ちょうど、うん、いやーちょっとこれやっぱりちゃんと見なきゃダメだな、オープニングはな、オープニング見ると面白そうだもん、はい、やっぱテイルズの歌ってこういう感じのテイストなんだね。 いいね、なんかこういわゆる熱い系とはちょっと微妙に違う、なんか旅してますみたいな感じっていうか、うん、こういう感じ好きだな、テンポすぎず、うん、そう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 、なんか歩いてくぐらいの、どれが誰かわからん、やっていけばわかります、どれが誰かわからん、桜井くんしかわからん、あ、水取り、あ、桜と鈴村だ、二人だけしかわからん、あー来ました、はい、来ました、さあやっていきましょう、徳西さん俺やる、はい、わかりました、でちょっと時間までねやっていきましょう、はい、コンティニューでいいの、コンティニュー、コンティニュー、ファイル3?1?1 ファイル1、ファイル3になっとるかなあんまり進行状況もそんな変わんなそうな、セネルとウィル、まあでも本当に冒頭の部分じゃないですか、うん、ウィルって誰、ウィルって誰やってんの、ウィルは、あ、千葉進む、なるほど、千葉兄やんか、ここは入っていけばいいのかな、山賊の味と、山賊の味だよ、でもいいの、戦闘のやり方分からんけどいいのこれ、入る、じゃあ最上盤ですか、きっと教えてくれますよ、うん、了解了解、だって拳で戦うんですもんね、これ超序盤なの、みんなだいたいさこういう箱のとこで丸ボタン押さない、やります、これこれシンフォニアの次ですよね、シンフォニアの次の次、次の次、うん、かな、なんかそう思うとすごいだいぶ進化してるでしょ、うん、おお、ほら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 、すげえ、来たの、中井くんや、すぐわかる、モーゼス、待ち伏せか、かけえな、いい声祭りやん、なんじゃそがな神器臭い顔して、こんな感じで入ってるんだ、せっかくワイが直々に出迎えてやったんじゃぞ、食品がたくさん、もっと嬉しそうな顔せんかい、そういう感想なのどうする、あれが埋め込まれていたとしたら、装飾品じゃないんですかすごい、なんかシャリを返せ、ギートっていうのはあの犬みたいなやつ、はぁ、ね、あの娘っ子シャリー言うんか、どうして、中井くん結構出るの、ずるくないそれ、出た、ま、ちょっとずるいよ、ああ落ちちゃった、シーナシステム、シナシステム、セネル、無事か、返事をしろ、セネル、ドジシステム、モーゼス、お前こんな落とし穴をしてるの、大怪我やで、あの程度の挑発、うん、引っかかる方が悪いんじゃ、ギートはワンコじゃありませんだって、あら、ワンコじゃないんですか、魔物なの、セネル、おい、セネル、これ横からいける、横からいけるで、横から、ウィル横から追いかけられるって、横から、わかりました、それウィルはみんなと別れた、こっから誰動かすん、こっから誰動かすん、こっから誰動かすん、どっちでしょうね、うん、ウィル、あー聞こえるか、鈴村くんや、ウィル、宝物あるや、目の前にまず開けようとする、あれはアイテムやな、回復とにかくグミかな、上の階に戻ろう、グミの、グミな気がしますよね、それか序盤のなんかアイテム、装飾品的な、あ、アップルグミやな、うん、まあ大体そうよ、こういうとこは、ね、宝箱みたいなのがありますよっていう感じなの、うん、お、一本道、ねえこれ世界一おしゃれな下水道の曲、なんかこれ何、これ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 ですか、これは何なん、あ、でもあそこ宝箱見える、あららららら、え、なんだこれ、水の中やん、これミックスグミ、もうミックスグミ手に入れたよ、流れてる曲ですか今、
世界一おしゃれな下水道の曲っていうのは、んお、これやな。これですか。ここ下水道なん。おしゃれだ、確かに。めちゃくちゃ、え、ジャズ。おしゃ、ジャズですね、うん、カッフェじゃないかと錯覚するような。これ、こっち行っていいのかな。これなんなん、これなんなん、これこのアワは、ところで行ける人と行けない人とかがいたりするんだよね。わかんないけど、専門でもないんでしょ。そこ中で戦闘入ると強い敵が出てくるんです。 丸だって、丸って出てくる。あ、ほんとだ、殴ってる殴ってる殴ってる。あ、なんかなんか、あ、ほんまや、格闘ゲームやんですね。あ、ほんとだ、魔人剣。魔人剣。あ、いっぱい技使えるやん、最初からですね、うん。あ、強い強い。それ体力ゲージですか、黄色い。わか、あ、かもしれない。あ、そうですね。あ、そうだな、うん、体力ゲージだね。じゃ常に見えてるの。ふっはっ、くらえ、ふっはっ、くらえっていうのが決まりなの。決まり。それがちょっとワンセット。この曲もちょっとさ、戦闘終了のリザルトの曲もちょっとおしゃれじゃないこれ。ですね。ね。確かに。だいぶ。このあわあわの中に入ったら戦闘するんだ。ちょっと俺。そこで出会っちゃうと強いってことなんですかね。あ、来たよ。来たんじゃないですか今。これもおしゃれやな曲が。うん。またか。チュンチュン。なんかさ、曲があんまり硬いくないね。なんか柔らかいイメージですよな、曲自体が。なんかな、ね、戦闘系というとやっぱりなんかこうね、勇ましいような音が多いですけど、割と優しい感じで。BGM だけ聞いたら戦闘の BGM っぽくない、うん、ただ殴ってるだけなんだけど。お、なんやこれ、めっちゃアクションするやんけ。あら、格闘家っぽい。すごいすごい、うん、料理できないね、でもね。料理できない、ね、そうですね。サンドイッチ作れない。まだサンドイッチ作れないの。まだ、いいとこだったのに。ええとこだったのに。はい。さあ、というわけでね、うん、お送りしてきましたアンドキャスターもですね、はい、ちょっとお別れのお時間になってしまいました、はいはい、ちょっとね、レジェンディア本当に2回戦闘やったくらいだから。ちょっと気になりますね。この後ちょっとだけさ、ちょっとやりますか。もうちょっと進めてみない。いい、ちょっと気になりますよね。OK が出たので、はい、この後アンドキャストの方では、はい、レジェンディアをちょっとだけやりたいと思いますので。はい、もしよかったら皆さんね、ダウンロードしてそのまま聞いてみてください。よろしくお願いします。それではアンドキャスターは週刊テイルズの部屋、お相手は小西克之と沖瑠璃子でした。バイバイ。はい、というわけで、はい、やっていきましょう、レジェンディア。もう全然やれてないからさ、進まなかった思ったより、うん、そうそう、うん、ちょっとじゃあ画面を変えていただいて、モーゼス戦まで頑張ってくださいっていうコメントもありますが、そこまではいけないんじゃないか。シンフォニアもやらなあかんね、みんな。そうなんですよ、いつも通りね、いろいろやりたいんですよ。これめちゃくちゃおしゃれやね、でも曲が。なんか改めてね、でなんかシンフォニアも聞いてからだと余計に、うん、テイストが違う。パラパラパラ。管楽器が多い。昔なんか口でトランペットをやるっていうの流行ったけどね。そうですか。めっちゃ暗い。そうそうそう、めっちゃ暗いの画面。めっちゃ暗い。めっちゃ画面暗い。誰かいる。誰かいるよ。モーゼスが追手を差し向けてきたか。細か、反響してる。ね。足音とかもすごい細かく入ってる。反響するってこと、うん。やられてたまるかよ。あら。キャー。キャー。キャー。誰や。モーゼス戦はいけないと思う。冷静なコメントありがとう。何が起こってんの。暗い。何が起こってんの。ああ。人が出てきた。お前は。あ、もう会ったことあるんですね。無鉄砲女。うん。パンク相手ぶつかったか。パンクぶつかったんだな。誰が無鉄砲女だ。失礼な呼び方をするな。確かに。ここにいるってことは落とし穴に引っかかったんだろ。あれ何回も開いて開くんだ。人のことが言えるのか。開いて閉じたりするんだな。その度にセットするやつも大変やん。ボタン一つだといいな、うん、もうキャーばっかりやな。お前、これあえて真っ暗にして、うん、なんか何が起こってるか分かんないですってしてんのかな、演出的に。静かにしよう、うん、誰か来る。これね、何が苦しい。ほら、あら、そういうやつだ。ちょっとその匂い感じました、ね、今大人な感じですね。セネル、いるのか。もう俺だったらもう絶対チューしてるよね。暗闇に乗じて乗じてどこ触ってるのってやつや。隠れろって言って、隠れろって言って触っちゃって、あ、すまんっていう。ごめんじゃなくて、出た、ごめんじゃなくて、すまんっていう、はい、すまん、そこ大事なんです、うん、そう、ごめんじゃなくて、すまんっていう、ね、時間がないって言ってんのに、こういう時間すまんっていう、ね、お前たち知り合ったばかりでもうそんなに仲良くなったのか。あら、言われてる言われてる。同じ手口だ。同じ手口だ。もう、お、息ぴったりじゃん。
俺たちについてこい。一緒に上の階へ戻ろう。わかった。ヒロインは誰なのこれ、レジェンディアって。クロイなの？シャーリーなの？シャーリーか。シャーリーがヒロインなんだね、うん、なるほど。あーほら見えやすくなった。ほんとだ。もうじゃあ大丈夫だ。スキット出てませんでした？え、出てる。どこ？あ、上だ。どれ？サート。何ボタンだろう。なるほど。何ボタンセレクトですかね。あ、セレクト。さっきの魔物すごい殺気だった、うん、スケベ大魔王コニタン。さすが元祖ラッキースケベ。スケベ大魔王。すごい称号ですね。おい、その称号やめろ。その称号やめろ。他のやつにつけろ。中の人につけるな、その称号。いろいろな魔物と戦ってきたが、こんなに嫌な気分にさせられたのは初めてだ。うん、シャーリーだってみんな教えてくれてる。うんうん、シャーリーだけど鈴村さんはクロエが好きって。なるほど。今後魔物の気配には気をつけた方がいいな。まあいいな、うん、こうやって自由にゲームできるのいいな。あれ、どっち？合ってんじゃないですか。なんかあのピンクっぽいとこに行きそうな雰囲気、ね、この暗闇からのピンクのところに行くのも完全にスケベ大魔王だよね。それはだからこじさんがスケベ大魔王だからそういう印象を受ける。でも私も思いました。チュンチュンから。チュンチュン好きです。チュンチュン、うん、チュンチュンかわいい。あれ千葉進君はさ、何を技立ちくれるの？あれ確かにちょっと今いないですね。魔法ライトニングって、ライトニングは敵が撃ってんの？わかんないです。あ、撃ってますね。うん、来い、攻撃、攻撃してこい。俺今撃ったからな。あ、来た。こうやって後ろに回るっていうね。なるほど、うん、テクニック。なんか赤くとか黄色でびっくりマークが出るタイミングは何なんだろう。弾いてんのかな。たまに敵に出るんですよね、うん、全然見てなかった。格闘ゲームっぽいからなんか、うん、弱点があるタイミングとかがあるんですかね。そうかもしれないね、うん、なんか上段とか中段とかあるんでしょ。なんかさっきちょっと聞いたんだけど。へえ。このさ曲でさ、この曲調でさ、このピンクはあかんやろもう。ちょっとなんか、ね、だってさっき暗闇とかさ、ね、ちょっと、ね、バンダイナムコ紫でピンクの明かりバンダイナムコ狙ってんじゃんこれも完全に。ちょっとなんかオフシャーです。おもろいやんけレジェンディア。めちゃめちゃおもろいやんけ。見出すところがちょっと、あ、敵が攻撃してくるタイミングでビックリマーク出ると。なるほどなるほど、ありがとう。みんなそいろいろ教えて。どうして私の名を。君の正義の味方は町でも有名だからな。困っている人を助けることは当然の務めだ。あんま売れてる人しか使わないな。男を半殺しの目に合わせすごいよね。よく集めるよな。毎回思うけど。確かに。いつ3日前だ、うん、自覚していなかった。だいたい主人公の子は新人だったりするんだけどさ、セールズって主人公までもベテラン使ってくるからね。確かに。他にもそれに類する話をいくつか聞いたぞ。ガチガチよもうほんまに。嘘で、周りのちょっと可愛い役とかだに新人の子入れたりとかさ、そういう感じだからすごい、ね、すごいね。己の信念を貫こうとする気概は立派だから。可愛いな。スキットの曲もおしゃれやん。そのなんかこうね、こういう場所で流れてると思えない感じの曲です、ね、雄大すぎる。かっこいい、うん、お金かかってんだこれ。ここがよくわかる。基盤すごいね。俺としてはクロエにはおとなしく待って。おとなしく待って。いや、壊しちゃった。ここまで来た以上。よく見て、ちゃんとキャラも動いてるよ。お芝居してる。おお。こうしている間に。今ね、クロエ顔動いた。頭が動いた。ほらほら手動いてる。細かっ。あ、ここがまま続くんだ。すげーなー。へぇ、なんかスキットはスキットってイメージですけど、うん、融合してんだね。どうだったのか。あ、この曲歌付きもあるんだ。へぇ、すごい。いや力入ってんな。羨ましい。いやこれリメイクしてほしいな、うん、やりたい。20周年の時リメイクしよう。20周年の時リメイクしよう。これコメントにもありました。まだ早く、あと5年だったらみんな声変わってないと思うから。あと5年だったら大丈夫絶対。あと10年経っちゃったらもう変わってきたんです。みんなお芝居が5年だったら平気。5年だったら平気。まだ若い。でもそれだけ続くってのはすごい。そうよ、すごいよ。どうせシャーリーを助け出すまで。みんなずっと好きだもんね。
リメイク希望ですっていう人めっちゃ多いわ、ね、うん、やろうやろう、片っ端からリメイクしよう。 PS5 で出そう。すごいリメイクですね。そうでもなんかこうリメイクも見てみたいって気持ちと、2人のフルネームを教えてもらえないか、うん、ただこのね頭身を上げないでほしい。これはこのまま、それは分かりますね、うん、このイメージが、なんだ、俺はウィル・レイナード、そしてこいつが、このクオリティでシナリオを増やすとか、そういうのは大丈夫かこれ。なんか大体こういうファンタジーとかってフルネームで言うと封印されたりとか、あとなんかこう、そういうお前そのなんか名字はみたいな感じであるね、とか怪しい時がある、レイナ聞いたことがあるみたいな、そうですでしょ、不穏なことが多い気が、うん、お仲間になった、3人目でもよかった、仲間になりました、セーフでした、はい、ちょっとキリがいいですね、うん、いやレジェンディア面白い、面白いですね、これはちょっとやりたいな、ちゃんと、うん、あね、プレステ2久しぶりに起動しようかな、プレステ2でできるんでしょ、プレステ2で ね、プレステ2だけじゃないですか、移植はしてないのか、レジェンディアは、あレジェンディア移植してないのか、ちょっとプレステ2探してみようかな、家にあったはず、やりますか、プレステ2だったらまだちょっと、うん、そうね、動かせるし ね、そうですね、多分動きます、うん、いやちょっと僕もやってみようと思いますので、家にねプレステ2があったりとかする方はですね、ぜひともソフト見つかったらやってみてください、あとリメイクに期待してね、わからないけど勝手なこと言ってます。じゃあねちょっとお便りもいただいてますので、はいはい、ご紹介していきましょうか、いきましょう、北瀬由衣さんからいただきました、ありがとうございます、私のテイルズオブレジェンディアで好きなところは、うん、鈴村健一さん演じる主人公セネルの通常攻撃がとにかく早いという点です、うん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 、シリーズ初の格闘家主人公という点、うん、初の投げ技がある点にも当時びっくりしましたが、ふっはっくらえと言いながら放つ通常攻撃3段がとにかく早いのです、連打してるだけでも隙が少なく爽快なので、きっと小西さんも気に入ると思います、そして声もかっこいい、最高ですと、戦闘めちゃくちゃ簡単やった、あそうなんですか、ちょっとやってみたいでしょ、やってみたいです、ふっはっくらえ、ふっはっくらえっていうのはね、早いとやっぱ操作しやすいですからね、そう、うん、本当にボタン連打してるだけなの、通常攻撃の、はい、うん、それでも強い、あのね魔人剣を出したりとかすると逆に隙ができるから、打つ前にいいです、ね、だから通常攻撃連打してる方が強いかも、なるほど、うん、うん、はい、さあじゃあ私もちょっとねテーマメール来てます、ちょっと紹介しますよ、イーチョさんがいただきました、うん、私が好きな術技はロイドも使えるチリサザメです、序盤で使えるようになりますし連続して突きを出すので爽快感があって気持ちいいです、今回紹介のレジェンディアでもクロエを操作してよく使っていました、なるほど、うん、やっぱ早い技は人気ですよね、そうチリサザメって、うん、とかなんか一応なんか技とかもどんな感じの技なんですかっていうのをなんかスタッフさんに確認しながら撮ってるような気がする、うん、まあでもそうですよね、突きがいっぱい出るんだったらちょっと早く鋭く言った方がいいかなとかさ、うん、なんか重たい技だったら重たい、そうゆっくり言ってみるとかね、はいはいはい、昔神谷明さんに必殺技のディレクションしてもらったことがあって、はい、神谷明さんがディレクターで、そのヒーローものを撮ってて、俺が必殺技言うときに、こういう感じで言ってみたらどうかなっていうのをちょっとアドバイスしていただいて、はいはいはい、でなんかビームとかだったら例えばさ遠くに届くように言うとかさ、うんうんうん、その動きをこうイメージして言うといいよって教えてもらって、はい、今でもそれをねちょっと意識して言ったりとかします、僕は。いい話を聞きました、うん、そう実際ね収録するときは動きが見えるわけじゃないです、ね、字しかないの、もう必殺技がずっと羅列されてるの、1ページ2ページだから全然わかんないから、どんな感じで出るの、ね、そうどんな感じで出るの、どんな技なのっていうのを確認しながらねやったりとかしてますよね、さあまだありますかメール、はい、もうちょっと紹介しましょうかね、はい、します、小田ドームさんからいただきました、はい、テーマメールですが、はい、私はデスティニー2に登場するロニー、関俊彦さんの秘奥義、うん、新天レック残光旋風滅災神罰喝殺劇もう一回って何新天レック残光旋風滅災神罰喝殺劇です、わからないですどんな技やの、どうですか、どんな技長いでしょう、この技の面白いところはその長さゆえにロニー自身も特定の武器を装備して技を発動すると長すぎて途中で間違えて失敗することがたまにあります、うん、失敗する技ってあんの長すぎて映像間違うってことですかねめちゃくちゃ面白いじゃん、みんな知ってる、欲しいですよ、みんな知ってるな、すごいな、あでも打ってくれてます、これです、これです、これです、新天レック残光、新天レック残光、新天レック残光旋風滅災神罰攻撃喝殺劇です、あ喝殺抜けてる、トーチさんの役もやるんだ、
あ、いろいろいるんだ、父さんもあるって言ってる。あ、みんな詳しいね。ひよぎってこと多分演出も相当豪華ですよね、うん、じゃあ間違うバージョンの演出とかもあったりする。俺も言いたい、こういうの面白いじゃん確かに間違うバージョンもちょっとねただなんか教えられたけどちょっと字が分かんないっつって諦めるっていう、うん、早々に諦めるイベントとかそういうのがいい全然違う読み方するとかね、うん、間違って覚えてるとかね、うん、攻撃な、違うんだかな、攻撃の方が失敗版らしいです。あ、そうなんだ。あ、じゃあ滑殺劇が攻撃になっちゃうんだ。そうすると失敗しちゃうんだ。攻撃じゃないのもあるんだ、うん、多分この滑殺劇って言ったら成功で、うん、そう真空だとかなんだか攻撃って言うと失敗になるんじゃないですか。あ、なるほどねすごいギャンブル性高えなそんなのある、ね、重要な場面でやられたらね、はい、おいってなりますけど。さあもう一ついきましょう、テーマメールですね。レナさんからいただきました、はい、私の好きな 術や技ですが、ヒオギになってしまうけどベスペリアのレイヴンの第二ヒオギでもあるクライシスレインが好きです。特にカットインでウィンクしてくるのがレイヴンらしくて。ハート。第二ヒオギってちょっと頑張んないと出せないやつじゃなかったでしたっけ。そうなんだ。なんかちょっと進めないと出ないやつですよね。確か第2、なんか1個目の飛行儀は普通に覚えるんだけど、うん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 、2個目はなんかちょっと頑張んないと出なかった、ね、それは別に覚えなくてもクリアできるから。あ、そうです多分、まあ、なんかやり込み要素としてあるみたいなことか。確かそんな感じだった気がする。違ったらすいません。でもそれなりに強いんでしょ、うん、お強いんでしょ。そう、強い、お強いはずですよ。しなんかその何ですか、うん、豪華いろいろな、そのウィンクしてくださいみたいな。ウィンクしてくださいそうすいませんありがとうございますみたいな気持ちになるやつがそう、うん、多いやつ。なるほどね、なるほどね。ああ、 Xbox はね、はいはいはい、ない。あ、アスタリアでありますよ。おお、なんかちょっとじゃあルーク、ルーク、タケポンに言ってもらおう。タケポンにさ、あれさ、滑殺劇言ってもらおうよ。あ、長いやつ。ゲストに来た時にさ。そうですね。逆に言ってないやつの方がいい、ね。こういう必殺技どうかなって言って。その時にもう一回さ、必殺技のやつやってさ、皆さんの好きなとか言ってさ、これじゃあ読んでくださいって言ってタケポンにさ。読んでもらおう。いや俺たちさ散々練習してさ、なんとかかんとかなんとかかんとか滑殺劇でしょって言ってするって言う、するって言えちゃうみたいなさそういうやつやろうよ。はい、さあというわけで皆さんたくさんお便りありがとうございました。さあここからですね、ゲームプレイの方やっていきたいと思います、はい、今回もシンフォニアの続きでございます。はい、前回オートメルトキオに到着しまして、そこからはですね、折笠さんにプレセアと出会って、プッププププププレセア、プッププププレセアっていうのをどんどん連呼してもらうという配信でございました。最高でした本当にそう、はい、いやでもさ、ジーニアスとプレセアが合うところで本当にジーニアスが操作してるってね、ないよね。なんかすごいいいシーンの時に来てくださいましたよね、うん、めっちゃラッキーやった。だからこれワンチャン操作されてる可能性あるぜよ。今回はその続きからやるから全然進んでないんですよ。そうです。なのでこの先なんかゲストとかに合わせてなんか操作されてるのかな、それともこのまま進めたらすぐ終わっちゃうからあれなのかな。じゃあもうこの後すぐ出てくるようなキャラクターの方がゲストに来る可能性が、森川さんかもしれない本当ですか本当です。森川さんだったらどうしよう。そうかもしれないですねでもシンフォニアのって言わん役のって言ってくれないかもしれない。でもいや、うん、アイゼン役のって言われるかもしれない、ね、うん、どこ行ってももう森川さんはアイゼンだから今あらユアンって言ってもうその前はユアンユアンって言ってたのにもうアイゼンだから今あら悲しいんです僕たちは。ちょっとシンフォニア側に引き込むためにそうちょっとね何とか呼びたいと思いますけどもね、はい、さあというわけで、ゲームやっていきましょうかね。前回の続きかな。こっちですね。アクションやるか。あ、じゃあ私、うん、でも ロイドでいいですか。いいよいいよ。やってみない。今回。こっちが、うん、なんか戦闘になったらそっちになります。まあ戦闘にはならんだろ。ならない？うん、ならないんですか。じゃあちょっとゲーム画面お願いします。うん、はーい。はい。本当に前回の続きらしいんですけど。そうですね。だからメルトキオにまだいるのかな。はい。で今日はね、あの何やってみて割とね自由なので。はい。まず教会に入る。教会ってここですか。ここかな。ここ入ってみよう。はい、さあ行こう。あ、あ、この赤毛はもしかして。もしかして。いや、ロイド、ようやく来たか。まだロイドって言ってるゼロスだっけ。だっけ。そうそう、俺様はゼロスワイルだ。ゼロスくんって呼んでね腹立つなあの言い方。ゼロスくんのくんがこれからしばらくは一緒に旅しなきゃならないんだ。仲良くしようぜ。もう55歳でこの人いや、やめてくださいやめてください軽いやつ。あら、やる二人はいいとして、ゴージャスな美人がリフィル様だろ。
クールな可愛子ちゃんがコレットちゃん。んで、そのチビちゃんは？もうなんか腹立つな。なんで？フレシアだよ。城に潜入するときに協力してくれたんだ。ジーニアスから。いいね、ジーニアスいいよ。チビちゃんは前出る感じが。シルバラントの人間じゃないのか。オゼット。オゼット？あの田舎じゃなくて森の奥の村か。チャラニコって書かれてる。この未開の野蛮人どもに利用されたか。年ばらすって書いてる。誰が未開の野蛮人だ。そんなに怒んなよ。せっかく法律研究員に連絡つけといてやったのに。小坂さんも完全に途中参加とかね、テールに関しては、気が利くな。だろ、研究員の使用には王家の許可がいるからね、このゼロス様の頼みならからもめちゃくちゃ派手な格好やったな。あ、そうなんですか。野坂さんといえばみたいなイメージはありますけど、僕たちを監視するんだから。めちゃくちゃおしゃれだから自分でオーダーして洋服とか作ったりするのよ。すごいんだよ。あとお店行くと、野坂さんはこのお洋服好きだと思ったら取ってきましたって言って用意されたりするから、プレシアは解放してもらえる、はい、って言って買って帰られて断れねえって言って。そうなんだ。そうされちゃうと、そうですよね。そりゃそうさ、昔一部屋一生部屋に借りてたって言ったからね、自分の部屋の隣。大陸にあるんだ。それぐらい洋服もしちゃったから、ついでに送ってってやろうや。いや、大賛成。自身に似合うお洋服をいつも着てらっしゃるから。そうでもないよ、ただ派手なだけで。いやでもなんか派手なのが似合うお似合いになるじゃないですか。金髪やからじゃない。いや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 、顔が派手だから。顔が。じゃあ俺たちはどこへ。ゼロスの名前エロスに変えてたわって言ってる。確かに変えられますもんね。北東の方角だね。王立研究員か。北東の方角に行けばいい。ワクワクするな。早速行こうぜみんな。私リードにしてた。ロイドに、ね、ロイドをリードにしてた。さあ、仲間になりましたよ。グランテスエラブリッジに行ってもいいんだけど、はい、せっかくだからこの町のさ、あのレシピ探そうよ。今までさ、あのどんどんお話飛ばしてきてるから、はい、戦うしかやってないじゃん。だからそれ以外のさ、レシピを探すとかさ、そういうのをやってみない。なんかあれですよね、どっかに隠れてたりするんですもんね。そういろいろある。いたりすんね。ここはだからっけ、武器屋さんとかにあるんだっけ。ここどこだっけ、武器屋さんとかにあるんだっけ。みんななんかどっかの、うん、これ探してさ、まあ、レシピを教えてもらおうよ。なんかね、手当たり次第に家に入ってさ、うん、なんか違う気がする。これはこれはおびこそば、そちらご友人ですか。はい、この人派手。みんな知ってる？レシピどこにあるか教えてほしいですね。ね、あ、これコレットちゃんをね、先に戦闘するといい。あ、そうだそうだ、うん、ここ入れないね。入れないですね。そこ髪型が派手じゃ。あ、ここですか。そこ入れない。あ、入れた。入れます。城の中にあるんだ、闘技場。忘れた。思い出してくれ。ゼロスにして女の子に話しかけるとアイテムがもらえる。ゼロスの家に行ってレシピ教えてもらったような。ゼロスの家ってどこでしょうね。その上は、ここはここなんかでかい家ですよ、うん、ここゼロスん家じゃない。違うわ。えこんな派手なんすか。うん、なんか適当に。お、あ、いた。来た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 。ワンダーシェフ来たよ。初めて見ますね。私は不思議料理人ワンダーシェフ。声量が声量がすごかったよ。よくね、あの急に大きい声出すから皆さんびっくりするんですよ。びっくりしました今、うん、こっちだけ今。すみません、びっくりしました。いや通常です。すごいな。パーティーには欠かせないフルーツポンチの作り方を教えよう。えいっ、やったやった。ワンダフルーツポンチの材料はフルーツ全種から好きなものを2つ声抑えめに。ちょっとフルーツポンチの食材を手に入れました。2つ。それではごきげんよう。ドロン、うん、懐かしいな。ワンダーシェフめっちゃ探したよ。めっちゃ探しましたね当時。なんかこうタイミングとかもあったりしますもんね。もうもらえないねレシピとかも出てくるから。うん、他ないのかな。他なんか2個ぐらいあるみたいな、ね、
あとは、あとは、あとは今日は青木さんの耳を潰してしまったよ俺いやとんでもない、あの幸せでしたよ本当に。本当ごめんね、こんな経験なかなかないですから。青木ファンの人本当ごめんなさいね皆さん。あ、これ出ちゃうかな、マジから。あ、出ちゃうのかな、これ下に間違いねえ、大丈夫かな。うん、この中にね、執事さんに話しかけてっていうのは出て、執事さん、あーごめんなさい、出ちゃいました。さっきのとこかな、さっきのとこかな、ギリ時間、ギリ時間、とりあえず一周しよう。長い、やっぱり。あ、これ武器屋さんですけど、武器屋さんに、なんか武器屋さんにあるっぽいよ。これ闘技場じゃない、闘技場は違うのか、うん、武器屋さん行こう、武器屋さんにあるっぽい。お邪魔します、うん、これだ、招き猫、よう見つけたな。私は不思議料理人ワンダーシェフ抑えめのワンダーシェフ。ここは人の目があるから。ハンバーグ、ハンバーグすいません、引いてきただけです今絶対あっと思ったでしょ、叫べると思ったでしょ。やったハンバーグの材料は2つ、ネクロイ玉ねぎだ、ネクロイ玉ねぎだ、はい、よっ、やったー。ね、ここってさ2つだけなの、ここって2つだけですか、まだあるかな。ムキムキなのに容疑よく立ってる。闘技場にもあんの、ほら、みんな教えてくれ、俺たちに。ラグがあるから早めに教えてね。早めだけ入ってみますか。うん、お、手当てしてくれるって、うん、10セーブできる、セーブセーブありますね気をつけないと、禁止だって。アリがいない。まあでもまだ何も怖いことは起きてないから大丈夫、うん、なんかそれっぽいもの置いてないね。うん、あ、でもなんか、うん、あ、忘れた、卒学編忘れた、なんか追加されました。お、なんか戦闘のやり方だろうね、ちょっと。こっちの人は上位の戦闘の立ち入り禁止だ。ここは何もないんか。2つだけだよねって言ってる人もいますね。あ、ほんと？2つだけだって、2つだけだよって、うん、じゃあオッケーかな。オッケー。じゃあどこだっけ。グラン、さっきのセバスチャンに話しかけに行くか。そうだ、羊の人、羊の人、うん、セバスチャン、闘技場もなんか遊べますよね、でもね、うん、セーブして遊ぼう行きますか、闘技場俺たちミスが多いから一応ね、念のためセーブもして、そうセーブ大事よ、セーブ、そうそうそう、セーブを舐めたらあかん。そうなる時もあれっ子じゃなくね、うん、すごいな。あ、ここだ。すごいすごい。オッケー、入っていこう。みんなよう覚えとんな。来た。あれ、ヴァンパイアだ、ヴァンパイア。ヴァンパイア。これなんか、入れ替えなきゃいけないのかな。あれ違う違う、あ、それでいいと思うよ。これでいいんですか、うん、あれ、おーい、ご主人様やかな。ねえ、ご主人様やかな、お前。あれ、何かちゃんは違うのか、ご用ですかなっていう、タイミングとかがあるのかもしれない。うん、隣は後日清掃がもらえる場所。あ、ついでに話しかけてみました、うん、こんにちは、マダム。あらあら、ミコ様、どうかなさいましたか。おう、お、本当だ、くれる、おさん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 、実は私すごく困っています、金がありすぎて、もうどうしたらいいのか。おまさかまさやのことやな、それはもう金がありすぎて困ってるの。あ、そうだ、そうなんですか。そう、来たっけ。お金ももらえる、やったぜ。これもずっとゼロス君でいいのでは、うん、もう会いたかったよ、ハニー。あら、ほら、いっぱい持ってないでくる。何でももらえますよ。スペクタクル作れ、欲しいですね好きですからね、わざわざ買うほどでもないですからね。でも俺たちにとっては大事なものだからね、うん、うん、何、元気かい。相変わらずですね。あ、もういっぱい持ってませんでした。古いになってるから多分アイテムを、うん、とりあえずじゃあ闘技場行ってみますか。うん、セーブしていこう。そうですね、うん、前にセーブもあったから。レアアイテムももらえたりするよって。へえ、そりゃいい。オッケー。俺でもゼロ戦闘にしてあんまり話しかけたりしなかったな。あんまりやったことないです。やってない。そんなに戦闘変えなかったんだよね俺。あれ、終了しちゃいました。話を進めなきゃいけないんだなこれ。そうですね、うん、これはダメだ、ダメだわ。
あ、セーブしとく一応。あ、セーブだけしとく。あそこでセーブだけしてさ、グランテセアラブリッジ目指そうよ。行きましょう。うん。もうこの街は捨てて。もうこんな街は。こんな街とはおさらばだ。おさらばだこの町。レシピも取ったし。取ったし、もう用はね。女から物ももらった。もらったぜ。金ももらおう。おいお前、頑張ってるかやなじゃ。物くれ。邪魔する気はねえから頑張んなよ。もういらないんだよそやつ。お前。いいやつくれいいやつ。そうだそうだ。いっぱい持ってんだよこっちはお前。金使ってんだわ。会いたかったよハニー。こんなのをさ。こんなのをもうずっと全員にやってたらもうおかしなやつやで。ほんとゼロスやばいよ。でもそれがこう許される、うん、ね、女性の側もちゃうねん。もう子供も行こう。子供もいやお嬢ちゃん遊んでくれる。何の遊びしとんねん。子供からも子供からもやばいで、あいつこいつはやばいで。もうこんなましだ。もう物をもらったからおさらばや。そうだ、こんな街とはもう絞り尽くした。っどっちに行くんだっけ。忘れました。なんか方角言ってくれてましたよね。北東だっけ。北の方だった気がしますけど。北東だっけ。なんかあれじゃない、あれ見えてるとこ。あっ、こっちを見てる。やばい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 。逃げる逃げる逃げる。あ、来た来た来た。 BGM がうん来た、はい、グランテセアラブリッジ。あら美しい。今のゲーム技術やったらこの川なのか海なのかめちゃくちゃ綺麗なんだろうね。これね、水面とかね。こいつは封じ大陸とアルタミラ大陸をつなぐ世界一の羽根橋だ。正義に3000個のエクスフィアが使われてるんだぜ。あ、3000個。あ、3000人分の命か。 あ、これ俺だ。おお、何よ何よ、暗い顔しちまって。そうね、話しておきましょうか。なるほどね。どはぁ、あとも話したな。それ、マジモンなのか。どはぁっていうリアクションをマサイよくやります。ちょっと離れてる、プレイサーちゃんが、うん、ジンガス気にします。ま、そうは言っても今更死んだ人が生き返るわけでなし。まあね、人間ポジティブに生きようぜ。それもまあ、そういう説もある。前向きなのか、軽薄なのか。軽薄な。そういえばお前やプレセアもエクスフェアを装備してるけど、うん、こっちでは当たり前なのか、うん、シーナの話ではそんな感じじゃなかったけど、うん、いやこれはレネゲードってやつらからもらったんだ。出た。シーナとか強行騎士団とか結構な人数分分けてもらったはずだ。ここでプレセアもさあどうだろう。おちびちゃん。ダメだこりゃ。しゃあないねん。変わるからプレセアも。なんとなくゼロスを操作していますが、うん、スキット出るかな。スキットスキット出るかな。やばい。でもいい時間になってきた。そうそう、ほんとだ。あれはあれ、あれ早くないといいの。出た。いやいいね、広くて。海子猫に、うん、ジーニアスになって。こんなところで出会うなんて何かの縁としか。遊ぼう遊ぼう。分かった分かった。来たー。分かった行こう。ミニゲームの時間だ。ナイス遊ぶ。ダルマさんが転んだらいいよね。分かった分かった。よしやるぞ。おお、誰が言うてんねん。いっぱい来たぞきっと仲間たちが。おい、ちょっとルール教えてくれ。レベル1、ルール教えてくれ。動くんじゃない、動くんじゃない。ルール教えてくれ。振り向く前に何ボタンで動いてるのか。十字キーじゃない。十字キーっていうかあれじゃない、スティック。全然動かないです。ボタンかな。ボタンじゃない。まるだ。離すんやな。あ、あかんや、あかんよ。あー、チャンス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 。向こう向こう。あー、いけいけ。違う、連打だ。なるほどね。一回押すと一歩動きます。ずるいやつやれ、最後早く言うのね。ねえ。難しいんですよ。やだ、あのピンクのやつが、ピンクのやつがね、あれすればいいんですよ。任せてください。もうだってもうコンピューターの人は負けますから。そういうもんです。あいつ前向けへんね。こ
ぱ速くなるよ。おー、ならんかった。フェイントやな。次ぐらい怪しいですね、うん、次早く来そう。3、5。ああいうフェイントもあんの、途中でフェイントもあんねや。これさ、もうほんと一番喋らなくなるミニゲームだね。確かに、ちょっとこれ厳しいですね。そう、そうそう、ここが転んだ。お、いいよ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 。ピンクのやつがうまいです。ピンクの子やばいな。ピンクの子外向いてるけど、だるまさんが転ん、やった。お、3パターンぐらいあるんちゃう、これ。3パターンぐらい。これでもここ、ここは集中してやらないと、はい、は早くなるから。そう、早くなるパターンやもん、近づいてるからね。ここも、ここもね、ここも気をつけないと。もうあとはね、一歩ずつゆっくりよ。もうこうなったらもう、もう長期戦ですよ。うん。何今ドンって。多分誰かがぶつかったんじゃない、壁に。ちょっと今びっくりして歩みを止めました、うん、いいよいいよ、まだ時間はある。俺たちの時間はまだある。うえい。なんであいつらジグザグ走法なんだろう。早く前向け、早く。ラジオだぞ。惜しい。そんなに前に来ると思わなかった。さあ、というわけで残念ながらお別れのお時間でございます。惜しかったね。しかし惜しかったです。いやー、もうちょっとやったのにな。焦ってしまった。いや、分かる、時間を見てしまいました。これはしょうがないです。はい、というわけでお送りしてきましたアンドキャスターは週刊テイルズの部屋、エンディングのお時間でございます、はい、番組では皆さんからのメッセージを募集しております。メールはすべて投稿フォームから送れますので、公式ツイッターをフォローして確認してみてください。はい、あ、そしてもう一度ご覧になりたいという方は、うん、冒頭の30分のみとなりますが、9月12日土曜日の17時から文化放送超 A&G プラスアンドキャスターは週刊テイルズの部屋で今回の模様をお届けします。その後、うん、バンダイナムコエンターテインメントの YouTube チャンネル、はいはい、バンダム TV でもご視聴いただけますので、そちらも合わせてチェックしてください。はい、ここでちょっと皆さんからのお便りを紹介しましょうかね、はい、感想でございます。ラックさんがいただきました。レジェンディアとシンフォニアお疲れ様でした。レジェンディアをプレイしたことがないので、ぜひともプレイしてみたいです。ぜひ移植を、ぜひ移植を。これ見てるバンダムの人、ぜひ移植を。シンフォニア、シンフォニアも移植を。ああ、リメイクを。リメイク。シンフォニアではついにプレセアとゼロスが仲間になりましたね、はい、小野坂さんとゼロスは似ている感じがよく感じられました、ゼロスのセリフ何か自分が言うと思うとなんか恥ずかしいですね。今週も楽しかったです、はい、ありがとうございます。さあ、どうする、まだ行く、メール、もういい、もうそろそろ終わる、もう終わるのも、るわあ、まだあともうちょっとだけいけるのに残念だわ、ね、さあ、というわけで、まあ来週はね、はい、何の、タイトルを紹介するのか、うん、皆様予想して、ぜひともですね、はい、送っていただければ嬉しいなと思います。今日はだいぶ皆さん当ててましたよ。そう、うん、なのでもう挨拶からね始まって、あれですよ、あれいきますからね、間違いなく、なので、はい、それ用の、メール、お便り、ぜひとも送ってください。よろしくお願いします。さあ、というわけでそろそろお時間でございます。アンドキャスターは週刊テイルズの部屋、お相手はこの近づきとおきるりこでした。また来週。